フランス領アルジェリアアルゲレフランセーズフランス領アルジェリアは1830年から1962年までフランスの支配下にあった北アフリカのアルジェリア地域のことである。法的地位公式には植民地ではなく海外圏と海外領土の中間的存在とされる。これは19世紀末。 1898年8月28日政令と1900年12月19日法律で規定され県の集まりであるが地域全体は県知事の地位のごときも含めてアルジェリア総督に属するとされ治安維持の一義的責任は植民地省ではなく本国と同じく内務省が追うとされた1934年以降は3つの県知事は総督に直属するとされ 司法、教育、ラジオ放送などいくつかの部門は本国の担当省庁に直属した。さらに1833年4月25日法律第25条の定めでは本国政府はアルジェリアに適用される諸法令を議会を経ることなく制定、発布、施行されることができた。1844年と1846年の政令により土地所有制度を整備。 これ以前にはフランス法のみが適用される裁判所が整備された。詳細はアルジェリア侵略を参照ジュールド・ポリニャック首相は国内の不満の矛先を地中海を越えた北アフリカへの遠征をもって解消しようと試みた。1830年1月末から扇の一打事件等の現地勢力との断続的な構想の結果、 沿岸地域の支配権を獲得するも、1830年7月に、フランス7月革命が発生し王政は崩壊した。新政府は、王政復古の厄介な遺産となった、アルジェリア占領地の取り扱いに苦慮していた。混乱は1834年7月22日に、北、アフリカフランス領総督府が設立されるまで続いた。1830年のフランス侵入以来、 ヨーロッパ各地から無秩序に植民活動が始まった。1839年にはヨーロッパ系住民は2万5000人に及んだ。トマロベール部長は統制の取れた軍事的、集団的な植民活動を望んでいたが、すべての試みは失敗した。フランスの支配が始まるまではアラブ人やベルベル人が先祖代々の土地を受け継ぎながら生活し、トルコ人は支配者として君臨していた。 都市部ではユダヤ人が多数住んでいたが1871年以降フランス市民権が与えられムスリムたちと切り離された。ピエノワールの多くはフランス人であったが開発が進むにつれてイタリア人、スペイン人、マルタ人が流入し、夫婦戦争後の1871年以降はプロイセン王国の支配から逃れるためあるザス人が急増した。 1917年には、ピエノワールのフランス人比率は約20%までになっていた。時代が進むにつれ、沿岸部や平野部及び都市部はヨーロッパ化して様々な民族が混成していたが、オーレス産地やカビリー産地など山岳地帯は、ムスリムたちが土着したままで、近代化から取り残されていた。地図をするアルジェリア人アラブ風絨毯を作るアルジェのムーア人。 女2階のテラスにいるアルジェのムーア人女アルジェのムーア人のコーヒーハウスアルジェのアラブ人一行アルジェのアラブ市中学校アルジェのカフェの前にいるアラブ人歴史学者は一般的にアルジェリアに元々居住していた人の人口は1830年で150万人であると考えているアルジェリアの人口はフランス統治下、特に1866年から1872年までは 減少し続けていたが、フランスの軍隊は自分たちの過酷なアルジェリア支配にも、かかわらず、これは1866年と1868年のイナゴの異常発生や、1867年から1868年に起こった厳しい冬の寒さ、飢饉により発生したこれらが原因であるとして、責められなかった。1869年アルジェリア飢饉アルジェリア人は、 犬小屋のようなバラックにボロをまとって重なり合うように寝ており食べ物がろくに手に入らなかったので結核やコレラ等の伝染病にかかった人が多かった子供の半分が5歳以下で死亡したと言われ救いのない悲惨な生活であったフランスの政治形態がフランス第二帝政に移行するとナポレオン三世は1860年代初期にアルジェリアを2回訪れた彼は フランスの貴族と彼の情熱的な性格を気に入ったアルジェリアの族長の美徳さに深く感心していたが一方コロンのリーダーの利己的な態度には腹を立てていたそこでナポレオン三世は沿岸区域を越えたヨーロッパ人による入植地の拡大を中断させアルジェリア人の人口に危険な影響を及ぼすであろうと彼が考えたコロンたちとムスリムとの接触を禁止した 彼は大部分のアルジェリア人を保護するために、アラブ王国なるものを彼自身で作って、自身はアラブの王になろうという大構想を夢見ていた。彼は伝統的なリーダーを介して、ムスリムと直接対応するために、ちょい、主張政策なるものを制定した。フランスが1872年に、アルジェリア人の3分の1が加わったと言われている、モクラニー放棄を鎮圧すると、 フランスはアルジェリアを完全征服し、本来の趣旨である経済的征服を行った。まずフランスは次々とアルジェリアの土地を奪い、不債に異分派者が降伏すると、モスクの枠府を奪った。枠府とは、寄信財産のことであり、信者による基金によって集められた。モスクはこの基金を使って、貧民を救済したり、教育活動をしたり、道路を補修したりしてきたので、 この財産を奪われた打撃はアルジェリアにとって大きなものであった。フランスはまた部族の共有財産であるアルクも奪った。アルクは農耕や牧畜には使えたが土地を売買することはできなかった。そういった先祖代々守り続けた共有財産さえもフランスは奪ったのである。フランスは肥沃な土地を持っていた何もしていない農民にもフランスに抵抗したと言いがかりをつけて 彼らの土地を頻繁に奪った。しばらくすると、アルジェリアには、コロンと呼ばれる、フランス人やイタリア人、スペイン人等の移民がアルジェリアにやってきた。彼ら、コロンは、アルジェリア人を列島で怠惰な人種であると、一方的に決めつけ、彼らをネズミと罵っした。コロンたちはブドウスモモ等を輸出し利益を上げていた。長年アルジェリアでは、父が子に、織物や陶器、皮革 金属加工等の主工業の技術を教え、そのようにして、アルジェリアの伝統的工芸の技術を保存させて、いったが、フランスから加工品が輸入されるとフランスは、本国の工業発展のために、原料の生産だけをアルジェリアに許し、アルジェリアの技術力の高い織物工場は、フランスのそれらのライバルであるとみなされるとすぐに、工場を閉鎖させことごとく倒産させられた。フランスは、 アルジェリア人を安い賃金で働かせ、資源を搾取し、挙句の果てに、アルジェリアの伝統工芸、文化祭も破壊した。1890年代後半になると、フランス政府とフランス軍部は、ドゥアトとティリケルとの併合を要求し、1930年代になると、モロッコを犠牲にして、サウラ・ボンチとティンドゥフ地方を、フランス領アルジェリア領として併合した。 1907年になると青年アルジェリア人がフランスに抵抗するようになった。1914年、オーストリア皇太子、フランツ・フェルディナント大抗夫妻がサライエボでセルビア人青年のガブリロ・プリンツープに暗殺された。サライエボ事件が契機となり、第一次世界大戦が勃発した。この戦いはヨーロッパが主戦場だったため、アルジェリアは ドイツ艦隊の攻撃を受けただけで済んだ。しかし、フランスはアルジェリア人に選挙権を与えず、兵役義務だけを押し付けた。マグリブでは約26万人の兵隊が戦場に送られ、約8万人が戦死した。本国の労働力不足を補うため、10万人以上の人々が軍需工場、鉱山、農場に連行され奴隷のように強制労働させられた。 戦争で物資の不足が目立ち物価上昇が深刻な問題となった。戦後フランスに出稼ぎに行ったアルジェリア人はチュニジア人と共に1926年に北アフリカの星をパリで結成した。当初これはフランス共産党の影響下にあったが、1928年頃からアルジェリアの独立を要求する民族主義政党として頭角を表し始めた。しかし、 世界恐慌が1929年にアメリカのニューヨークウォール街で起き、フランスを含む世界中が不景気となった。不景気の最中であったフランスは自分たちが最も甘い汁が吸えるアルジェリアの独立をなんとしてでも防ぎたいと思い、北アフリカの星の解散命令を出した。しかし北アフリカの星は1932年に栄光ある北アフリカの星と改名して、 独立運動を継続していった。詳細は、統治作戦を参照アルジェリア人が、統治作戦を実行中のアメリカ軍にあっている場面1940年、フランス領アルジェリア軍はフランスでの戦争中、地中海に派遣させられ戦っていた。しかし、フランスがナチスドイツに敗れると、アルジェリア軍は崩壊したフランスから事実上、ナチスドイツの傀儡国家であるペタンのビシー政権に、 従うようになった。デモ隊が掲げていたアルジェリア国旗1945年5月8日、ナチスドイツが降伏すると、アルジェリアの至るところで戦勝記念のデモが行われた。セティフでは約5000人のアルジェリア人がデモを行った。しかしこの時、コロン商人とフランス国家憲兵隊による衝突が起きた。デモ参加者は一旦郊外のモスクに集まった後、 戦勝記念のプラカードとアルジェリアの国旗を持って街の中心部に更新して行った。街の中心部に来た時、突然アルジェリアの国旗を持っていた青年が射殺され、憲兵がデモ隊に襲いかかりデモを弾圧した。またそれと同時にアルジェリア人商人を含むムスリムは路上で捕まったヨーロッパ人を殺したという事件も起きた。セティフは地の惨事となり、 102人のヨーロッパ人が犠牲となり、約100名が負傷した。歴史学者、アリスター・ホーンはこの時、レープ事件が多数発生し、切断された死体がたくさんあった、と報道している。この虐殺が遠因となり、アルジェリア人は武器を取って、フランスに激しく対抗するようになった。詳細は、アルジェリア独立戦争を参照フランスによる弾圧は、次第に激化していき、 拷問や虐殺もひどくなっていき、裸にされ、フランス兵に侵された女性も少なくなかった。独立を勝ち取るために武器を取り、アルジェリア万歳、と叫んで祖国に準じた女性は多かったという。北部アルジェリアは1848年12月9日に、フランスによって公式に、巡海外見となった。1902年には、サハラ砂漠地域は統合され、 それまで6つあった行政区分を南方領土と呼称し、準権扱いとなる。なお、アルジェ県、オラン県、コンスタンティーヌ県の3県は、フランス本国扱いつまり、フランス内地であった。アルジェリア戦争間、治安維持と現地住民に対するきめ細かい行政を実施するために1957年に大幅な改革が実行された。詳細は、 フランス領アルジェリア総督を参照。ありがとうございます。